バーノン・サンダースローは、アメリカ合衆国アイダホ州メリディアン出身の元プロ、野球選手、コーチ、監督。MLB での登録名はバーン・ロー。経験な、モルモン教信者で、ニックネームは、ディーコン。中日ドラゴンズでプレーしたバンスローは息子。父、ジェシーは、最初の妻であるオードリーとの間に7人の子供を、設けたが、オードリーはその後亡くなった。 ジェシーは妻に先立たれた後にメルバ・クリスティーナ・サンダースと結婚し、二人にはさらに三人の子供が生まれ、そのうちの二番目がバーノンであった。バーノンはメリディアン郊外の農場にある厳格なモルモン教の家庭で育ち、12歳までに教会の執事になり、19歳までに長老になった。バーノンは田舎の学校に通い、弟のエヴァンと一緒に遊んでいた。 第二次世界大戦中にはジェシーが潜水艦基地で働くため、サンタローザ近くのカリフォルニア州マーレ島に引っ越した。その年の学校が休みであった時、残りの家族はそれに続き、バーノンと彼の兄弟はカリフォルニアで野球をすることができた。戦後はメリディアンに戻り、ジェシーは自動車とトラックの修理整備士として働いた。バーノンは高校1年生までに、 身長 188cm、体重 88kg に達したため、サッカーチームに採用された。100ヤードのダッシュを10秒近くで走ることができ、サッカーボールを長距離で投げたり蹴ったりすることができたため、すぐにチームの人気選手になった。バスケットボールと野球でも優れていたが、家計を助けるために行っていたアルバイトのために午前5時に起きなければならなかった。 高校3年生の時にはアメリカンフットボールで終戦試験に勝ちシーズン中野球では対戦相手に6点しか与えなかった。バーノンは野球部のエースであり兄弟のエヴァンは保守でクリーンナップ打者であった。1948年にピッツバーグパイレーツへ入団し1年目の同年はクラス D サンタローザパイレッツでプレー。21試合に登板して 防御率は4.66ながら8勝5敗となり、2年目の1949年には、クラスビーダベンポートパイレーツに昇格。成績は5勝11敗と負け越してしまうが、防御率2.94を記録。3年目の1950年には2、イニューオーリンズペリカンズに昇格すると、前半だけで6勝を挙げて、防御率2.67を記録。6月6日に、 パイレッツへの昇格を知るが、その時のバーノンは20歳で、ナッシュビルで、試合開始前の準備をしていた。同11日のフィリーズ戦で、メジャーデビュー。昇格後は27試合登板で17試合は、先発を任され、そのうち5試合で完投を記録し、7勝9敗、防御率4.92であった。1951年は、ビリー・マイヤー監督が、 スポット先発として使い続け、6勝2セーブで防御率4.50とやや改善。1952年と1953年は朝鮮戦争本格化による兵役でメジャー当番がなかったが、復帰した1954年からは先発ローテーションに定着。同年はリリーフとしてもたくさん起用され、9勝3、セーブを上げるも防御率は5.51と悪化。 定着後のうち9シーズンは2桁勝利を挙げ、1955年に初の2桁となる実証。1957年から1960年まで4年連続2桁で勝ち越した。1955年はキャリアで初めて200イニングを投げ、防御率は3.81と大幅に改善されると、1957年はリーグ5位の防御率2.87を記録。 特に1960年は35試合の登板で自己最多の20勝9敗、防御率3.08、リーグ最多の18関東を記録するなど活躍。キャリア唯一の MLB オールスターゲーム出場を果たし7月13日の第2戦で先発を務めて見事勝利したほかサイヤング賞を受賞。同年のヤンキースとのワールドシリーズでは第一戦、第四戦、 第7戦に先発し、10月5日の第1戦と同9日の第4戦では、勝利投手になり、ワールドシリーズ制覇に貢献。しかし、同年に足首の負傷によって狂い、バーノンはピッチングスタイルを変えることを余儀なくされた。シーズンの残り試合とワールドシリーズの間は苦痛で、ピッチングしたが、足首が弱いため、シリーズ中に肩の後ろの筋肉を引き裂いた。 バーロンは、怪我が冬に治ると思ったが回復せず、その後の3年間は低迷。1961年は7月に故障者リストに、乗るなど過去最低の3勝。1962年は2年ぶりの2桁となる10勝を挙げて復活したかに思えたが、1963年は4勝と、再び成績を落とす。1963年オフにソルトレークシティでの、 青年会議中にモルモン大祭司から祝福を受け、会議から出て玉を拾った時には腕から痛みがなくなっており、1964年から1966年まで3年連続2桁勝利をマーク。特に1965年には開幕後連敗を喫するも、ハリー・ウォーカー監督は起用を続け、 ペナント争いに突入した時に8連勝を収めることで自信を取り戻す。シーズン17勝を挙げてカムバック賞とルーゲイリグ賞を受賞し、防御率2.15はサンディ・コーファックスとフアン・マリシャルの防御率を下回った。1959年8月にはウィリー・マッコビー、1965年6月にはチームメイトのウィリー・スター・ジェルと共にプレイヤー・オブ・ザ・ マウスを受賞。1967年は2勝しかできず、8月には、祖刑部に怪我を負い、同29日限りで現役を引退。引退後は、パイレーツの投資コーチを務め、スティーブ・ブラスやドック・エリスを指導。退任後は、ブリガム・ヤング大学助監督を務め、ジャック・モリスを育て、息子で後に、同大学監督を務めるバンスも、同時期に通っていた。 その後は来日して、西部の一軍バッテリーコーチに軍バッテリーコーチに、軍投手コーチ、帰国後は、ポートランドビーバーズ投手コーチ、デンバーベアーズ投手コーチ監督を務めた。西部とは1978年12月4日に、コーチ契約を結び、発表の際に、根本ム夫監督は、プロ野球の現状、ライオンズの現況、新人教育について話し合い共鳴する点が多く、 あった。と語っている。就任後は、松沼正幸に、カーブの投げ方を徹底的に教えたほか、サイアング賞を受賞した実績を生かして、メジャーの技術を若手投手に教え、じっくり育てて成長するのを見守った。ベアーズ監督時代は6月上旬に2位であったが、シーズン中の不審により7月上旬に解雇された。その後は、 ユタ州プロボを拠点にホワイトソックススカウトを務め、1987年にパイレーツが100周年を迎えた時には、チームの史上最高の右腕に選出された。2000年にはバンスが監督に就任したブリガムヤング大学のボランティアコーチとなり、私生活ではバンスを含む6人の子供、31人の孫、13人のひ孫に囲まれた。2020年には、 CBS スポーツがパイレーツ歴代ベストメンバーを独自に選出し、バーノンもバリー・ボンズや電動入りのロベルト・クレメンテ、ケント・テカルブなどと共にラインナップされた。ありがとうございます。